ウィル・ニエベスは、プエルトリコンフアン出身のプロ野球選手。フルネームは、ウィルベルト・ニエベス。ウトウ・ミギウチ。現在は、フリーエージェント。保守としての起用が主だが、一類種としてのプレイ経験がある。また、マイナー時代には、二類種、三類種、外野種としても出場した。兄のメルビン・ニエベスも1992年から1998年まで、 MLB で、1999年から2000年には、日本プロ野球、福岡大英ホークスでプレーしたプロ野球選手。1995年に MLB ドラフト47巡目、指名でサンディエゴパドレスに入団した。2002年7月21日の対、アリゾナダイヤモンドバックス戦で、メジャーデビュー。12月20日に、ウェーバーにかけられ、 アナハイムエンゼルスに移籍するが、2年間メジャー出場がなかった。2005年3月にトレードで放出され、ニューヨークヤンキースへ移籍。ヤンキースでは3年間で35試合に出場したが、2007年10月9日に FA となった。2008年1月15日、ワシントン・ナショナルズと契約。4月25日のシカゴ・カブス戦でメジャー初本塁打となる。 さよならにランを放った。2010年12月2日に FA となった。12月10日にミルウォーキーブルワーズと1年契約を結ぶ。2011年7月27日に金銭トレードでアトランタブレイブスへ移籍もメジャー出場はなし。10月3日に FA となった。11月18日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。 2012年5月25日に、ラモンヘルナンデスが15日の DL に入ったため、メジャーに昇格した。8月3日に FA となった。8月6日にアリゾナダイヤモンドバックスと契約した。8月9日のピッツバーグパイレーツ戦で2点本塁打を放った。10月31日に、再び FA となった。2013年12月3日。 フィラデルフィア・フィリーズとの契約に合意、12月5日に球団が正式発表した。2015年2月4日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結び、4月5日にメジャー契約となり40人枠入りする。5月11日に自由契約となり、12日にアトランタ・ブレイブスとマイナー契約を結ぶ。6月15日に自由契約となる。ありがとうございます。